ジャック・レーモン・ブラス・カサットはフランスの画家であるボルドーで孫職人の息子に生まれた。12歳の時に装飾画家の見習いをすることから美術の世界に入った。地元の風景画家リシャールに認められてボルドーの美術学校に入学しデュブルデューンに学びパリに出て国立高等美術学校でルイエルさんに学んだ。1825年にローマ賞の2を受賞し、 国からのイタリア留学資金を得られなかったが、ベリーコーヒーや国王シャルル10世からローマで2年間、クラス資金が与えられた。ブラスカサットは1826年から1830年の4年間、イタリアに滞在し、風景画を描き1831年からサロンに出展を始めた。1835年頃から動物画を描くようになった。 1843年からイタリアを再び訪れ、その後、スコットランド、スイスなども訪れた。1836年に、モンマルトルに農場を買い、ナヤのそばにスタジオを作った。1846年に、芸術アカデミーの会員に選ばれた。シャルル・フランソワ・ドービニーや、ジャン・フェルディナン・シェニオラを指導した。ありがとうございます。